本日12月25日に、東京、徒歩シネマズ、六本木ヒルズで、X ジャパンのドキュメンタリー映画、ウェイア RX の応援上映会、人よ限りの、ウェイア RX、I'm As 上映会が行われ、上映後のトークショーに、よしき、X ジャパンが登壇した。このイベントは、X ジャパンの壮絶なドラマを描いた、映画、ウェイア RX のブルーレイおよび DVD が、 発売されたことを記念して行われたもの。会場にはコスプレをしたファンが集まり、サイリウムを手に持って映画を鑑賞した。上映後のトークショーでは、y o s チャンネルで MC を務める奥浜レイラが司会を担当。奥浜による呼び込みで、客席側の扉から登場した y o s は、スマートフォンで動画を撮りながら、客席の通路を歩き、ステージに上がってから、ウェアーと叫び、 ファンから、X と返されるお馴染みのコールレスポンスで、トークショーをスタートさせた。来場者から事前に寄せられた質問に答える、コーナーでは、来年こそアルバム出ますよね。という問いに、吉木は、もうやだ、その質問。クリスマスくらいやめないかっこ笑い本当は、クリスマスプレゼントで出せたらよかったんですけど、世の中そんなに甘くないですねと話し、 次の質問、ほっと一息つくのはどんな時には、アルバムの制作に追われているので、息つく暇もありません。アルバムが出たらほっとするでしょうねと回答。さらに、今後、Way RX 続編は出ますかという質問に対しては、Way RX を作るのに覚悟が必要でした。XJAPAN はこの映画の題材であって、 精神的にも大変な時期を過ごした末にこの映画が生まれました。映画が完成した後に PATAG が倒れたり、イギリスのウェンブリー公演が終わったら、今度は僕が首の手術をしたりいろいろありました。でも、もし続編を作るなら、死とか洗脳じゃなくて、もうちょっと幸せな内容になるといいですね。結婚とかと笑顔で答え、続けて、 サンタが親だと知ったのはいつですかという質問には、サンタって親なんですか知らなかったと返して、場内の笑いを誘ったったと。短い時間ながら、次々に質問に答えたヨシキは、夢を追い求めることについて聞かれると、みんなは夢を夢だと思うだろうけど、僕は、夢は必ず現実になると思っているので、それを信じて突き進んでいます。夢を、 夢のままでは終わらせないということが大切だと思います。とアドバイス。さらに、昔は破滅の美学みたいなものを信念に持っていました。でも首の2回目の手術を受けたこともあるので、これからは継続の美学を大切にしたいです。ドクターストップがかかってるから、無茶をしたらまた手術が必要になるかもしれない。でもロックバンドだから静かに叩くわけにはいかないんです。 これに関しては葛藤がありましたけど近いうちにドラムを叩く姿を見せられると思いますとドラマーとしてのカムバックを改めて宣言したそして世界進出への思いについては僕らは世界で色々やり始めてますけど世界に向かって扉を叩いたくらいで全然まだ向こうでも有名ではないですマディソンスクエアガーデンやアメリカニューヨークや ウェンブリー、イギリスロンドンで公演はやりましたが、1から10まであるとしたらまだ1、2の段階。これから少しずつ6とかまで進んでいきたいです。あとはやっぱり日本の皆さんが支えてくれたので、世界に向かって挑戦できていますので、皆さんの期待に応えられるように、体が動く限り、頑張りたいと思いますと話した。その後、客席で、 上映会に参加していた鉄拳が壇上へと招かれ、鉄拳は、ヨシキがドラムを叩く後ろ姿を描いたイラストを、プレゼントした。ヨシキは以前フランスで鉄拳に会った際は額に、ボンジュールとペイントされていたが、今日は、X と描かれていることに触れつつ、なんでメイクしてるんですかと唐突に質問。鉄拳は真面目に、仕事だからですと答えるなど、自由にトークを展開しつつ、 今後、XJAPAN と鉄拳で何かしらの形でコラボレーションをすることを約束した。